パリ五輪第16日2024年8月トーカルブルジェスポーツクライミング会場スポーツクライミング女子複合の決勝が行われ五輪初出場で世界ランキング3位の森合 I20= 茨城県連盟は135.1点で4位だった決勝前半のボルダーで39.0点の7位と出遅れ 後半のリードで1位の96.1点と追い上げたが、メダルには12.3点及ばなかった。スポーツクライミング女子の日本は五輪競技に採用された21年東京大会で野中美穂が銀、野口昭雄が銅を獲得していたが、2大会連続メダルはならなかった。絶対女王、ヤンヤ・ガルンブレと25イコールスロベニアが168.5点で東京大会に続き2連覇を果たした。 森は小学1年からスポーツクライミングをはじめ、賞賛で海外のユース大会を制するなど、天才少女として早くから注目されてきた。ただ、19から20年には東京五輪の出場資格をめぐって日本協会と国際連盟が対立。出場の可能性があった森も当事者となり、20年12月に出たスポーツ仲裁裁判所 CAS の最低結果で代表打ちとなった。 騒動に巻き込まれたことも影響し、一時は競技の楽しさを見いだせなくなった。頼ったのは、以前から慕っていた同郷で東京五輪道の野口昭代さん。一度、大会を欠場したいんですが、どう思いますかそう聞くと、やりたくなるまで休んで、また戻っておいでと帰ってきた。周りの期待、そして重圧を背負っていただけに、その言葉が胸に染みた。レジェンドの優しさに救われ、 休養期間を経てて表舞台に帰ってきたパリに入ってからは日々を謳歌練習に集中する一方フリータイムの午後は母と一緒に街に繰り出したエッフェル塔や凱旋門モンマルトルの丘など名所を回りベーカリーを訪れパンを購入して公園で食べたあまりの満喫ぶりに安いヘッドコーチから観光しすぎて疲れないようにと苦笑いで注意されるほどそれでも 誰よりも楽しんでいるという姿勢で大舞台に挑んだ。下向き黒三角森表彰台を逃してかなり悔しい思いが強いけど、なるべくしてなった成績なので素直に受け入れたい。関東手前まで行ったリードは、かなり緊張する場面だったんですけど、リラックスできてミスすることなく出し切ることができたのでよかった。五輪という大きな舞台でここまで自分らしく伸び伸び登れたのは、 これまでいろんなことを乗り越えてきた成果と思う独特の雰囲気に飲まれそうな時もあったけど最後は自分らしい登りができたので楽しめたのかなと思います